夜10時からやってます。何時に寝てるの？だいたい12時。あ、でもちゃんと時間は普通なんだ。印刷するよ、はい、朝8時くらいに起きたいなと思って9時頃に起きて、ずっと仕事して。あ、何そこどこ綺麗。西武園、新宿テラスシティだって。あ、西武園が綺麗だって。だって今やってるじゃん、ライトアップ。あー、ライトアップの話か。園内の雰囲気かと思った。今音声入っても。あ、そうなのか。第一声から俺西武園ディスって。いやいや、そういう反応の方が怪しいだろ。アインシュタインが言ってたね。今年花火を見に行ったな、西武園に。浴衣を着てね。結局行こう行こう行って行かなかったんですよね。結局あれね、予定が合わなかったんだけど、うん、予定が合わなかったんだよね。なんだっけ、忙しかったんだっけ。調べられるほどにも知識がない。行こうかっていう話になって、行くっつったのが俺と一太郎と圭太くんだけだった。あ、そうか、人数が少ない。何を調べれば解決するっていうのは分かってれば。どどん。で、地元のニヤニヤもなんか予定が入って行けなかったんだよな、確か。その日にうちも花火行くって言ったんじゃない。あ、そうだそうだそうだ。朝にもなんか見に行ってたんじゃなかったです。あ、そうだ、見に行ってたんだ。そうそうそう、いいなっていうのが分かれば。でも全然2回目行くのはありだよって言ったんだけど、結局人が集まる。ダメなかったんだ。俺8月クソ忙しかった時期だしね、あれ。あ、いや違う、やっぱうちが行くって言ってた日にみんなも行くって言った気がする。雨降ったんじゃなかったっけか。あ、天気も悪かった。あ、そうだ、そっちか、うん、じゃあそっちだ。そうだそうだ、雨降ったんだよ。じゃあ、カメラを落とします。もうすでに音声は入ってます。はい、大丈夫ですよ。ありました。 OK。 私なんか今日話そうと思ってきたのに忘れちゃった。いつものことじゃないか。ね、いつものことじゃないか。うん、レイニューには。うん。はい、皆さんこんにちは。考える安田というしがないラジオパーソナリティです。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。はい、ね、はい、リズイさんいらっしゃいませ。あ、つか俺もちょっと、え、これさ、スマホのツイップルって公式リツイートじゃなくてただのリツイートってできる？引用、うん、引用できる、うん、そしてツイップルがどこにあるかわからない。あ、でっかいツーってやるから。消した。そっか、もうブラウザで見ればツイッター。違うんだよ、引用でやりたいんだ。スマホって引用できねえじゃん、あんまり。いや、ツイップルだったらできるけど、公式はどれもできない今。うん、だからそのさ、俺の ID から飛んできてくれる人がいるからさ、アルファのアカウントリプライしても来てくれないんだよね。だからそういう理由でさ、公式リツイートだと、だから誰かわからないじゃん。だから俺のツイートでやりたいなと思って。なんでそういう、まあいいや、まあいいや、その来てくれるね、フォロワーさんがそんな感じなんだよ。 Thank you。 私読む、はいはい、あの2ページ目こんなのが出てきましたけど、いりません。公式ホームページと総合受付は読みませんので。ちゃんと著作権が書いてあるんですけど、うん、読みますか。あの、ニヤニヤ噛まずに読んでくれる？なん。ちょっとなんかする。なんってどういうことやねん。周り勝てないんですよ、国の支援があるから。229。そうなると小さいとこ。あれ、そしてアルファのアカウントでつぶやかれてないな。あ、うちじゃねえ。全然育たない。うちでつぶやいてない。いや、でもね、一さんのもないんだな。つぶやかれてないね。あのね、基本的に予約はもう、すでに前につぶやいちゃってるから。あ、予約でやってるからが。そうそうそう、なるほどね。つぶやかれないんだよ。じゃあ公式でちょっとつぶやこうか。うん。あ、いや、ちょっと待って、今。アルファジャパンの会議って入れちゃう。っていうか、Firefox と Chrome の同時起動だとメモ帳すら起動しないから。はい、噛まないんですかと。噛むよ。普段は噛まないよ。中地は噛みます。ニヤニヤもよく噛むけどね。私は生きてます。俺は、ありがとう。これスマホでこうやってできないのかな。なんかこうコピーとかってできないのかな。え、ずっとバーって押し付けちゃうと。ただいま収録準備中なんですけれども、私の手元にはなんとみかんがあるっていう。
でここ消したいんだな。みかんみかん。なんかその昔のリボン。池野部くんのお金ゲーで良かった良かった。そうだそうだ。間に合った。頭の中に2個動的に文字が出てる。Thank you。下からどんどん。あ、でも未完成人。何回目？何回目？いや。未完成人とか懐かしいな。なんか見た目しか出てこねえやもう。ただいま準備中でございます。あれ俺声入ってるかな、わかんねえや。さっきより音量減ってる。ああ、そういうことね、うん、スマホ使いにくいんですかって。あれどうなんですか、スマホは使いにくいんですか。使いにくい。まあ電話とメールするに関して言うならガラケーの方はやっぱいいよ。お前あの配信の番号を教えてくれる誰か。いい LV の後、723533013301723533301。はい、というわけでね、そろそろ始めていきましょうと言いたいところですけども。なんだちょっとしかめ面してんだよ奥にいる。おい、なんだなんか考えるやつだが始まるから帰ろうとしたそこの人。早く帰らないと生放送始まっちゃう。もう始まってるよ、始まってるよ。この野郎。家帰ってみないとって、なんで生で俺たちがここにいるのに。なんでネットじゃないと俺たちカリスマ性ないんだよ。もともとないけどさ。ダメだ、はい、そんなのは許されない。熱測るわ、熱測るわ。あーネット派ってことね。そういうことね。もう全然ね、ネットは素晴らしい、ネットは素晴らしいですね。ネットは素晴らしいですよ、いろんなものが調べられるもんね。中じゃ何を調べんの。最近はずっとゲームの攻略情報を見てるね。あいうえお。いやなんかさ、あのセガコレっていうアプリがあってね、あの昔のセガのメガドライブとかのゲームがスマホでできるわけですよ。はい、がなんかあのキャンペーン中でさ、ダウンロード何万ダウンロードいったみたいな感じのやつで、もともと300円するのが85円で落とせたのね。ちょっとねそれをなんかすっげえ昔小学校の頃にやってたシャイニングフォースっていうゲームがあって、それがあったから落としてやってて、暇があればやってるね。85円で約10時間ぐらいのロールプレイングをちょうど昨日クリアしましたね。みかんをいただきました。はい、絵を描いてみました。それをねぜひカメラにアップしてくださいね。見えます？可愛くねえなそのみかん。みかんに落書きするにはには僕はやっぱりソニックがいい。あーソニックね、早く帰らないと考える安田の生放送始まっちゃう。お前ブースの外でお前言ってんじゃないよ。わらわら中地、なんやねんそれ。おっさんみかん中地裏、なんでそんな口なんだよ俺。誰、私。楽しかった。みかん成人でもなかった。わらわら。ちょっとでもさ、字が自賛なんだけどさ、似てない？似てないよ。これさなんかいくない？これ似てるよねこのね。いいと思うの輪郭の部分。皆さんこれ中地に似てない？似てないだろう。いい感じだ。このね、この何？顎具合、顎具合がですね。まずこのね、口がおかしいわ。こっちか。なんでそんな四角い口なんだ俺。ほら、似てるでしょ。ちょニヤニヤ見して。上手くない？わらわら。ニヤニヤを見して。軽く描いたよね。あ、ニヤニヤ似てる。可愛らしいだろ。なんかそのミッフィーのなり損ないの口はどういうこと。可愛らしいだね。ニューニューってパーツが簡単だね。
パーツが簡単ってプラモみたいに言うなよ。まあね、簡単だよね。笑だって鳥のくちばしみたい、はい、あというわけでね、まあニコニコチャンネルに移ってから、まあ、初めて見る人多いと思うんですよ、はい、なんで我々考える安田の2人をちょっとね、放送前にちょっと自己紹介したいと思います、画面の左端に映っているの で、 ですね、あのね、灰色のベストを着ている黒いね、シャツを着ている私が中田雄心と申します。でこちら右側に映っていて、アフリカなどにいる鼻の長い動物が象です。アルファマの知識ニワニワの顔はパーク黒目になったよ。あ、私が安田ニワです。あとはそうです、右側に映っていて、牛編にカタカナのヒって書いてメスと読みます。ちょっと可愛らしくなったでしょ。ね、安田ニワ右、そうです、可愛らしいでしょ。実物可愛くないからさ、こういう時だけ可愛くしないさ。ちょっとそういうの言うのやめようよ。左中田雄心、はい、私が中田雄心です。オスじゃないの、はい、左が中田雄心です。で、鼻の長い動物が象です。できた。これ似てるよね。これ中すっげーうまく描けちゃったと思ったんだけど、なんかパプア君とかに出てきそうな絵面だよね。申し遅れました、私安田庭と申します。はい、そうですね。で今ね、見下ろし型に視点が変わりましたけれども、左上の方に映っているのが鎌倉で事故に遭いました桑です。その差は2つ。違うよ、完璧なフォアグラになったっていう、完璧なフォアグラになったナインはです。イエーイ。で右上に映っているのが最近アメリカかなんかに行って旅行してきて、テロにあった池上くんです。クワさんは安田のラジオでちょいちょいクワッシュっていう語源を作った本人です。本人です、はい、で実際にコンピューターでやってもらいましょう。コンピューターをクワッシュしてもらいましょう。レッツトライ。まあそんなことはさておき、準備はよろしいでござんすけれども、はい、池上に、はい、オープニング俺だったよね。はい、というわけでね、そろそろ始めていきたいと思います。左側に映ってる男と鼻の長い動物でお送りするカンガリアスター、最後までお付けくださいね。はい、それじゃあオープニング、はいよ、3、2、1。皆さんこんにちは、中田雄心です。皆さんこんにちは、安田にわです。はい、パオーンから始まりましたカンガリアスター第229回放送を始めていきたいと思います。イエーイ、イエーイ、イエーイ、ワンワン、ワンワン、パオン、パオン。というわけでね、最近ね、ニヤニヤが大体ね、はい、ジャジャウマっぷりがすごくなってきたのでね、そろそろ俺が静止していかないといけないのと。お前はなんで四六中にみかんに絵を描いているんだよ。大丈夫、大丈夫、話聞いてる。話聞いてるからじゃない、お前話せっつってんだよ。さらに似てきた。あ、うん、似てきたじゃねえよ。あのですね、ポッドキャストで見てる人には分かんない。ね、はい、みかんがあって、そのみかんに中地の顔を描いたんですよ。意外と似てるっていうね。あのね、お花がなかったので、お花をつけてみました。はい。というわけでね、全てにおいてポッドキャストで聞いてる人たちのことを全無視したニャスタニアでお送りします。もうね、もう前回からね、ニヤニヤのね、ラッパーね、顔負けのね、ディスリップリが最近売りになってきてる考えやすでございますけども、ニヤニヤね、今日もしっかりディスってくれるみたいだから。そんなことしません。自覚がないだけだよ。まあいいや、始めようぜ。怖いくらいだね、はい、始めていけばいいと思うよ。はい、楽しみだぜ、もっとディスって。1分15。はい、じゃあごめん、ちょっとお便り先に確認させてくれる？なんか質問来てたよね。じゃ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 ん、もっともっと、もっと、あ、危ねえ、歌いそうになっちゃったよ。最近ジャムプロジェクトのスキルっていう曲にハマっててさ、これ似てるよね。もっと来いよ、もっと熱くなれよ。そう、ブログにあげよ。なんか最近あげてないね。盛り上がるよね。はい。いや、スキルは聞いててびっくりするね。オッケー。確認できた？はい。3、2、1。そんなこんなで自由に始まりました考える安田なんですけれども。俺すごい頑張ってまとめようとしてたけどね。今回私はですね、はい、ディスりません。ディスらない代わりにどうすんの？お便りを読みます。
はい。ディスリの予感がするお便りです。はい、江戸川かほさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや。予感しかしない。中地さん、はい、にわちゃん、こんにちは。ふたかずくんの間違いです。こんにちは、ふたかずくんです。あ、にわちゃんって言われるとちょっと嬉しいよね。以前父親とその彼女、私と妹、なぜか同行してしまった私の彼氏という、なんともアンバランスなデート話を投稿した江戸川です。はい、覚えておりますよ。そのメンバーでディズニーランドに行ったんでしたっけ。あ、そうだったね。ですね。すごい組み合わせで行ったっていうやつですね。はい、確か彼氏さんが匂いを忘れていたっていう PS まで送ってくれた。緊張しすぎてね。忘れたっていうのがありましたけれども。ですね、あれからいろいろありまして、はい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 、父親とその彼女は無事入籍しました。おめでとうございます。とてもめでたいことなのですが、最近まで入籍したことを知りませんでした、はい、弟が入籍したことも知らなかったぐらいなので驚きはしませんが、はい、一番仲のいい妹にこれをやられたら人間不信になりそうです。なるほど。確かに、はい、さて今回はその弟の話なんですが、今月結婚式を挙げます。おめでとうございます。おめでとうございます。姉ちゃんには絶対来てほしいと嬉しいことを言っていた割には、はい、年末の平日に日時設定をし、私は欠席せざるを得なくなりました。あ、なるほどね。もう25歳とはいえ、弟ってやつはいくつになっても可愛いもんです。小学生の私が本気で投げたボールで顔面を強打しながらも、そのボールを拾ってきて笑顔で返してきた弟、思い出すと泣けてきます。なんか歯抜けてたりしないよね、その弟さん。鼻血とか出てたね。そんな弟にサプライズで何かを送りたいと思うのですが、はい、爆発的に面白いことが浮かびません。なるほど。そこでお二人の力を貸してください。はいはいはい。正直感動させようとも恥をかかせようともどちらでもいいのです。はい。一生記憶に残ればこっちのもんだと思っている次第です。よろしくお願いします。なるほどね。PS、はい、お二人は結婚願望はありますか。私は一度失敗しているので、夢や希望より安定重視です。恥かかせるのはとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。失敗してるとか気にするな、頑張れかほさん。大丈夫、うち親族ほとんどみんな一回失敗してる。そういうこと言わなくていいから。あ、でも母と、いとこと、母といとことおばです、ね、言わなくていいだろ。暴露かよ。なんか、いやでもさ、うち親戚の周りがね、その離婚経験者が多いから、なんかそれが当たり前なので、暴露でもなんでもないんですけど、うん、だからニヤニヤ多分離婚に対してはね、抵抗もないんだと思う。あ、まあ離婚はしたくないなと思います。はい、まあどうでもいいんですけど。どうでもいいのかよ。私我が家の家庭の事情はどうでもいいんですけど。あ、まずはお父さんおめでとうございます。はい、おめでとうございます。あと弟さんもね。あとお父さんね。お父さんね。おめでとうございます。はい。なんだっけ、あれだ、サプライズ。うん、なんか思いつきます。でもさ、ごめん、ちょっとそのサプライズ考える前に、ニヤニヤ結婚式とかは出席したことあるでしょ。ありますよ、いとこの。うん、あれなんか余興とかはやったことある。その時まだね、小学校上がる前とかちっちゃいかった。いや、じゃあここ最近はないんだ。ないです。小学生だったので、うん、花嫁さんに、うん、最後花束を渡したかな。あ、俺もそれ経験あるわ。か、うん、か、うん、どっちだ。友達はまだ結婚してないんだね。花嫁さんに花束あげたか、後ろでなんかこう持ったか。あ、なるほどね。なんかしたんですよ。俺は同じ中学、まあ幼稚園から一緒のやつと、はい、中学の時の同級生が2人でペアになって結婚した、夫婦がいて。それ出たんですか。に出た上で二次会でバンド演奏もやった。でやっぱそれでね、結婚式の披露宴から出ているはずなのにスーツを着てる状態でベースバッグを担いでいってね、うん、ライブ用のね、衣装箱まで持ってって行ってっていう。はい。ああ、まあ確かに結婚式はお金がかかるからね。まあそうですね。はい、でもなんかせっかくあれじゃないですか、特別な日じゃないですか、うん、結婚式って、うん、女性にとってもですね、男性にとっても多分特別な日だと思うんですよ。そうそうそう。で、だから最近のそうなんだけど、
とあるちょっとそのお金の事情でさ、はいはいはい、まあその披露宴の予算の関係で、はい、まあ、あのみんなにその要は引き出物を渡すための予算を作るためにつって自分たちのエンゲージリングを作らなかった夫婦がいたのね。へー。でそれのサプライズで、要は近親者を呼んでるわけだから、うん、その俺らとか要は出席者全員でカンパし合ってその夫婦のためにエンゲージリングを作って渡したっていうことがあるよ。それサプライズだよね。そういうのはやった。色が入った皿入らない、うん、それは素敵ですね。そう、そういうなんかサプライズっていうかね、やっぱいろんなそういうやっぱ企画やっぱ大切だと思うからさ、うん、うん、なんかニヤニヤのじゃあおすすめのサプライズ方法があればなんだ、なんかありますかね。でもその経験がないので、うん、結婚式っていうのに、うん、でもなんかこういうのよ、もし自分が結婚したら式あげたいと思うでしょ。でもやっぱりまああげたい、ささやかながら、うん、あのあげたいなと思いますけど、うん、嬉しいですね。そうですね、うん、パッと思いついたのは、うん、お手紙いただいた時に思いついたのは、うん、ありきたりですけど、はい、ビデオレターとか。あー、なるほどね。むしろお姉さんが箱に入って届いちゃうとか。え、それどういうこと？何、あの宅急便でカホさんが中に入った状態で登場しようってこと？なんかこのでっかい箱に、それはあのさ人権的に問題があると思うんだけど。あの、いや宅急便とかじゃなくてね、まあいい、まあ、それは出れないって言ってんで、これはまあ不可能なんであれなんですけど、まあまあまあね、まあ、何か作ってプレゼントっていうのが一番いいのかなと思って、ね、形に残るじゃないですか、うん、はい。じゃあこれで、じゃあある意味サプライズをやる、サプライズをやるんだったら俺ら二人でじゃあそのね、お父さんのためのプレゼントを作るとかどうよ。私たちが作るの？え、あのさ、とっておきのものがあるんじゃないね、局長、うん、ね、机の上に上がっているね、あの三角か四角型の台形型のさ、チョコがあるよね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、違う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 、あのさ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 、ちょっと待って、冷静になろう、冷静になろう。まず、まず考えなきゃいけないのは、私たちの知名度ははるかに低い。そして、まず弟さんは私たちの存在すら知らん。知らないと思うけど。そんなのがいきなりですね、みんな、おい出すんじゃねえよ。そんなのがですね、あのいきなり届いてごらんなさいよ。迷惑じゃないですか。ただの迷惑じゃないですか。まあまあ、これはあくまでそんな迷惑はいらない。置いといて、やめて、置いといて、はい、ニヤニヤへのサプライズをやっただけなんだけどね、今は。まあこれでも、これはあのニヤニヤのその罰ゲーム用のグラビアチョコレートあるじゃないですか、はい、これはでも実際に自分たちの撮った写真を作って作れるわけですよ。あ、そうですね。なんでこれをこういうので、はい、オリジナルで作ってみましたっていうのも渡すのも俺はいいと思うんだよ。あ、まあそういうのもそういいかもしれないですね。まあその中に一個だけ考えるやつだの、うん、チョコをバズらせてもらって、いらない、それはいらない。お姉さん誰これって話になっちゃうから、いらない、うんうん、そういうのをね、ぜひ、まあこんな感じでね、うん、ふとしたところでサプライズ要素っていうのは予想だにしてなかったところでの驚きがいっぱいあるものだからさ、そうですね、うん、なんかあれですよね、2人の話をちょいちょい聞きながら、はい、何がいいのかなって考えるのもまた面白いですよね、はい、そうですね。ちなみに中には結婚願望あるの？あるよ。あるんだ。あるよ。何歳までに結婚したいんですかとか、そういう目標とかあるんですか？そこまではないけど、でも普通に結婚できるのはしたいよ、それはいつだって。まあそりゃそうですよね、はい、へえ。もちろん子供も欲しいですよ。お、何人ぐらい？そうね、野球チームができるくらいかな。頑張れ。ということで、江戸川さん、当てになるかどうか分かんない会話になっちゃいましたけど、はい、まあ、ぜひでもサプライズは、はい、あの自分の考えうるところに、ね、あの落ちてるとこです。そうですね、はい、何が得意なのかにもよりますね。あの、はい、花嫁さんのブーケを作ってあげるとか、はい、あ、そうですね、花婿さんのなんか、はい、あの胸に例えば花刺すとかだったら、そのお花を作ってあげるとか、そういうのを、はい、考えてみてはどうでしょうか。はい、というわけでね、私たちがお送りしました考える安田のサプライズプレゼントでございます。はい、キュー。ちょっとさすがにそこまでやんなくていいと思うんだ俺。なんか下げるタイミングを。お姉さんの写真でチロルチョコ、それ俺絶対いいと思うんだよ。だってもともとだってこのチロルチョコもだってエンゲージ用で作られてたはずなんだもん、最初の元は、うん、うん。だからそれを思いついたから、ちょっとニヤニヤサプライズを入れるつもりでやってみただけだったんだけど。いらん。しっかり見えて満足しましたよ。はい、ありがとうございます。いらん。さあ次の。カメラもう少し下げてくれる？え？カメラ、うん、下だね。ちょっと下。うん、あ、下げすぎ。下げすぎ。あー、オッケー。大丈夫。はい。少し右。はい、右。
盛り上がっちゃった結婚式には出席できなかったけど結婚式の話これもうきあの流れ出てきたら思ってたんだけど結婚式のサプライズの話してるのに今ずっと歌詞でサノバビッチって叫んだよねサノバビッチまあもう次行こうそうだね中古で疲れた特集どっちだっけ企画、うん、あごめんなさい OK です 3,2,1 ですね、はい去年、はい、考える安田はですね、はい、クリスマスの日にですねニコ生の方でクリスマス放送を行ったんですけれどもそうです、ね、なんと今年もやるということが決定しましたので、はい、今日いやただしの水着しないただクリスマスの当日にちょっとできないので、はい、その1週間前18日の日曜日にクリスマス放送をしようかなというふうに、はい12月の18日そうですね、まあ、あのアルファのクリスマス会を18日に行うんですよ、はいまあ、ちょっと裏を言ってしまったその中 の、まあ、そのクリスマス会のまあ、合間の時間に私たち2人のまあ専門枠をやろうとやろうということが決まりまして、はい、じゃあ何をやろうかっていうね水着撮影会しないっていう話になったんですしないあのさクリスマス会やってんのに俺たちバンされたらどうなのよまあそんな感じでね、はい、何をしようかなっていうね、はい、企画を考えているんですけれども、はいまあ、さっきちょろっと話したんですけど、ね、ちょっと話したんだけど2つあるんだねまだ今のとこ2つ今そのやる前に話してた時何をやるって言ったっけ水着撮影しないなんだっけですねまず1個まあ去年と同じように歌を歌おうみたいな話も歌を歌うかっていうまずまあ前回の意見と話あまあそれは、まあ、去年グダグダだったんだからどうかなと思うんですけどあともう1個はまあ私と中地でゲームをしようっていう、はい、そうですね罰ゲームをかけて勝負をしようとはいしないはいって言っちゃったじゃなかったしないしない、うん、まあそれで、まあ、3本勝負をする中の要は2つもう上がってるんですよ、はい、そうなんですなんでゲームはとりあえず2つ決まったんです、はい、あともう1個、はい、どうしようかどうしようかとあと罰ゲームをどうしようか、はい、っていう風になっておりましてまず水着と全裸はありえません、はい、撮影会もありえません、はい一応生放送枠内でできたらなって思ってるので、はいね、なんですまあなんかやりたいの他浮かんだあとね思いついたのがね、はい、リバーシっていうオセロやんの俺とニアリはね何そのゆるいまったりなしかもクリスマス会っていう名目で俺たちオセロやるのだからそれはまあなしと思ってるんですけどまあまあ、2つのゲームの内容がね何かは今ちょっと秘密にしておきますけどそれはほぼ決定ということであともう一個だけもうぜひねなんかないかなと思ってはいクリスマス的なゲームがいいとまあぜひコメントで言っていただければなんかそういうのもねはい、案にしたいなと思っているわけですよ何がいいですかねそうだねなんか思いつきませんかねでも3本勝負をするんだったらやっぱなんかねもともと可愛い声かっこいい声っていうさもうずっとやってないけど声がコーナーがあったじゃないのありました、ね、スターゲームとか、はい、同じテーマで、はい、ニヤニヤだったら彼女視点俺だったら彼氏視点で、はい、どっちがかっこよかったかっこ可愛かったかっていう演技力を競うっていうあ何疑似デートみたいなそう年明けてんじゃん福笑い福笑いってもうなんか新年の終わりになっちゃう同じテーマでなんかこうセリフを言うとそうでアンケートもぜひはいアンケートもいろいろ使ったのやりたいなと思ってるんですよそうですね皆さんに見ていただいて最終的にどっちが良かったかっていうジャッジは、はい、リスナーの皆さんにお願いしようと思っていますので、はいなのでぜひですね、はい、聞いてくれないと困っちゃうはいそうです12月18日の17時からの予定でお送りしますのでぜひ聞いていただきたいと思いますで任せられるぜ、はい、どうしましょうかじゃあ本当にそれにしますかあとね公式から来たんだけど似顔絵対決見てくれないと聞いてくれないと困ります。あーいいですねまあでもさもう勝負決まっちゃってんじゃん似顔絵の場合は俺だってまだ書いてないじゃんいやだってこんな素晴らしい中地を描けるのなかなかいないよそうね日本一中田有志の絵を描けるのはニヤニヤかもしれないけれどもそうだよしかもちょっと若干可愛く描いてあげてんだからさ感謝してほしいよよろしくね、はい、そんな感じで、ね、こんな感じで結構ねざっくばらんな感じでねバカ話しながら企画を決めてるので
もう前日まで変わるのもありえます。そうです。なんでぜひできれば安田アットマークアルファハイフンレディオドットコムまでに、クリスマスならではとか、まあ、はい、今後でもいいですよ、あのニヤニヤと俺でなんか対決してほしいこととか、うん、こんなことで話し合ってほしいとかっていうのをぜひお便りで、募集したいなと思っております。そうですね、ぜひお願いします。まあ、ちょっとね、16日配信なんでね、あの間が1日しかないけれどもタイムね、タイムリーで聞いていただいて思った人はぜひ一通お便りください。よろしくお願いします。メール待ってます。ギリギリだね。ギリギリだよ。何お弁って。あ、お便り宛先なのか。お弁ってなんだよ。わらわら。はい。ジェンガとか黒ひげとか。下に出てるのに上に出すって言ったらいいじゃん。七草がゆ。いきなりびっくりした。あ、でもこれずっとあるといいね。お便り宛先。でも 下にはもうあるでしょ。まあ、おびんわらわら。しかも俺ちょっとべんって言ってしまったからね。確かにべんなんだけど。はい、じゃあよし、エンディングニヤニヤだね。はい、定番のこれに送っててやって。よっしょ、オッケーです。はい、それじゃあエンディング。はい、おびん3、2、1、エンディングでーす。はい、今回は何ですかね。